宮古寺快速京都行きです。木津、玉水、上陽、富士、六地蔵、東福寺、終点、京都の順に止まります。次は木津です。お出口は左側です。お客様に車内での携帯電話のご使用についてお願いいたします。車内では携帯電話はマナーモードに設定の上、通話をご遠慮ください。また優先座席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。皆様のご協力をお願いいたします。 JR 西日本からお客様にホームご通行時のお願いです。黄色い点字ブロックより線路側を歩かれますと列車と接触する可能性があり大変危険です。発車の際はお客様の安全が確認できるので発車を見合わせる場合もございます。ホームご通行の際は黄色い点字ブロックまで離れて通行していただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。ありがとうございます。コーナー車内ではマスクの着用を受験して取りご協力をお願いいたします。2番乗り場に着きます。学校行きは着きました。ホーム2番乗り場でお待ちください。
車の岸川待ちを行っております。3分ほどお停車いたします。車内で待ち合わせください。
と次は富士に止まります。
左側です。常陽を出ますと次は富士に止まります。ご注意ください。この電車は宮古路快速、京都行きです。
6時走、東福寺、終点京都の順に止まります。稲荷には各駅に止まります普通京都行きをご利用ください。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。宇治です。
火を加えております。お降りの際は足元にご注意ください。6時頃を出ますと次は東福寺に停まります。Thank you.
だったらこうですよみたいな。
京都です。お出口は左側です。JR 京都線高槻大阪方面、琵琶湖線大津草津方面、湖西線大津京蒲田方面、嵯峨野線二条嵯峨嵐山亀岡方面と新幹線地下鉄線はお乗り換えです。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。終点京都です。知らないよ、リハビリだろ、これを見るために来たリハビリだろ、リハビリ